俺一人だ。もう、あ、胡椒。ねいいや、もう一人食べる。いいよ、いいよ、食べるよ。なんなんだ、あいつらよ。何がバスケットボールだ、ふざけんな。ねえ、いいよ、俺が食えばいいんだろ、一人でよ。まったくよ、あんた。ふざけんな。はい、いただきまーす。はい、一人で食べるよ。ねえ、はい、おいで。はい、はい、はい。はい、はい、食べればいいんでしょ。とんかつソースねえな。いっか。いただきます。ね。ふぅ。お、一人飯。おかえり。ただいま。あ、出来たてだよ。マジ？うん、出来たて。とんかつもハンバーグもあるよ。おいで。ほら。じゃあ、ちょっと皮。うん。ねえ。ほら、出来たてだよ。出来たばっかりだよ、みんな、ほら。ねえ。とんかつ、とんかつソース欲しいな。とんかつソース。お母ちゃん、うん、今ハンバーグととんかつでお前の好きなとんかつソース持ってきて。オッケー。あれ、とんかつソースじゃない？うん。もうちょっと入れた。これ違うな。あっち、冷蔵庫。冷蔵庫。兄ちゃん寝た。これ違う。ちょっとピエトロ、それも持ってきていいよ。持ってきて。ちょっと一回おろすよ。これちょっと水になってるけど。それね、混ぜるの。振るの。あーって。あー疲れた。お疲れちゃん。楽しかった？楽しくなかったでしょ。いや、楽しかったよ。楽しかったっていうか。しょうが、しゃーなし？いや、最後だからやっぱり、あれ見たりすると場所わかんない。とんかつソースお願いします。はい、感動するよね、やっぱりね、うん、6年生のやっぱ見たりするとね。おばあちゃんはもう食べたの？うん、待ってないって言って、うん、なんだっけ、とんかつソースね。ちょっとだけ兄ちゃんがちゃんといて。はいはいはい、はい、イエーイ、イエーイ。とんかつソース。うまっ、うまっ、一番もろくないやつ。ハンバーグ行こうか。ありがとう、ありがとう。プニもご飯いっぱい食べな。何も食ってないでしょ。食べてないよ。よし、うまいぞ。食べるがいいよ。ドバドバかけよう。うん、うまい。
胡椒。これ割れてんじゃん。うん。みんな。日本のお札には銀行券って書いてありますよね。お札を発行しているのは日本の一箇所だけ。アメリカのドル札を発行している連邦準備銀行というところは世界に12箇所もだから、12の銀行はそれぞれお札を発行してるんですよ。すごいな。こんなにあります。本当は銀行なんだってか分かるように聞くためにアルファベットを示しています。全部で12ある。おいで、トキおいで。ほらくん、いやいやいや、足触ったから手洗っといでよ。これなんかついてる。うん、分かった分かった、手洗っといで。うま、失礼します。の遺伝子だな。機嫌の悪くなってしゃくれるってあります。帰ってきた、帰ってきたぞ、やつら帰ってきたぞ。お皿だよ。わー、国の好きなハンバーグじゃない。イエーイ。あー、アスパラだ、アスパラだ。チーズ、あハンバーグチーズ。これもともと味ついてるけど、足りなかったらかけて。ハンバーグにチーズがない。え、チーズかかってるでしょ。かかってる。かかった中じゃないよ。中じゃないよ。上から。わー、これわー、これもうこれ、これちゃんと台が置いてある。切ったらか、ここわー、わーすごい、なんだこれは。これに乗せていい？いいよ。ドンキのこれ結構味濃いわ。あ、ほんと、うん、だからちょうどいい。うん、うん、そんなこと食べた。普段物を買ったりするときに使っているのはアメリカドルなんですが、一緒のお金はお祝いやお金など決めた。自分で食べたかった。これは失礼。この石のお金、おいしい。キャベツめっちゃおいしい。これだけの大きなものを切り出して、で4トンもあると手に入れるのが大変でしょ。このお金を手に入れるまでのストーリー、それが価値になる。海はね、くじ引きでいいものを当ててきたんだよね。BMA のドリンクバッグ。あ、NBA だ。NBA のドリンクバッグ。私の鮮度が、それいいと思ってる鮮度、お前に負けだよ。いや、でこう盗まれそうな。これはなくていいのにね。ちゃんが一番好きなの、一番大事だと思うの、お金だと間違ってるよ。お金で間違ってねえよ。命なの。え？命なの。お金です。命より大事なものがあるんだよ。はい。ノーか。ノーノーノー違うな。これは実はですね、今やって金だよ。なんでしたけれども、富澤のね、まあ、病気って言ったらあれ、前まだ分かってない。食べないの。金の大事さを。命は金で買えるのか。買えるよ。ロシア見てみろ。金なんか必要ねえよ。あれは戦争だろ。戦争だったら金は価値ないよ。命もね。わかりました。はい、とっても苦労があるし、はい、ものすごい痛い思いをしたんだなって。わかりますけど、はい、そんなストーリーを聞いて、うまこれ触りたくない。食べる、食べてる。それはそうですね。今度は、うん、
あ、ちょっと待って。さあ、ここからはいよいよ日本のお金に関する疑問に池上解説。ぜ、世界はお金で成り立ってんだよ。子供たちに説明できますか？私たちって社会に入れるのかな？いつになったら景気が良くなるんですか？マヨネーズ取って。第一生命グループが見つめる先には、できる残骸食べる。お金を舐めるやつはお金で殺されるんだよ。その一人一人の思いを支える。うん、うまっ。アスパラうまい。第一生命グループ、コモテック。総務の皆さん、社用車の管理できていますか？社用車の運転管理なら C ポータル。専用デバイスを使用することで総務記録に関連する配合検査が可能。データはスマホで簡単アップロード。 C ポータルは全国の社用車を全部クラウドで一元管理。ながら作ったとんかつ。家族とか兄弟とかそういう感じ。料理の推薦で。感じで本当に家族だね。これまで集めた昭和家電は実に350点以上。うわ、アスパラうまい。アスパラメチコさんに限る。懐かしい黒電話はハンバーグ四角昭和の電話機が大好きで、アスパラメチコさんまだまだたくさんあります。その数なんと20台以上。高くお願いします。今日はテレビ朝日 の、 あの前身 の、 あの日本教育テレビの万年筆なんで持ってるんですか？社員でも持ってないでも食べればいいっしょ。教育テレビだったんですよ、このチャンネル。初めて見ました。あ、そう。どっから手に入れんだよ。続いての博士ちゃんは、
こんにちは、あんまりお世話になりました。改めて自己紹介をしてみてサザエさんみたいな。何それ、何で細めの御事。はい、自分が神様だったらどういう名前かっていうのを想像して作りました。髪型で割れてる。なるほど。これあのアビミズラといって、昔講義の人が話していたものですけど、サザエさんとかで鼻のとこで動くことがあって神様が来るんじゃないかと言われてきました。さまざまな日本の歴史上を読みなさい。こういうの12歳、お前なんだ今。笑えるっていうのも教養の一つなんですけど、何が面白いか分かんないでしょ、サザエさん。サザエさんっぽくて笑ったでしょ、国は。これは、卑弥呼様。大好きってのはやばいんだよ。シュート君の神社の森に同行すると、俺は神通だったな。僕全国の鳥を研究してるんですけど、いろんな種類があって、なんで俺神通だった。いつもかけますよね。鳥を通るだけで絶対もらったら、いやー、水がついてきました。気合入ってんでしょう、ね、これ逆ヘッドホンで聞きにくいんですよ。うわあ、つまらない。説明をちゃんと聞きたいので、してもいいですか。自分がつけてきたんだから。そうなってんだ。男だ。聞こえる、大丈夫。はい、オッチです。さあ、そして最後の博士ちゃんは、足軽の気持ちになってみたらどうだった。戦はつらい。お姫様の本など300冊以上歌われてる。いろんなお城巡りも大好き。チョコちゃんはね、晩ご飯、パンを食べたんです。ハトポン？いや、あのお年玉で、あ、じゃあ何かポンポン、わらしを買いました。はい、お城に入っていきたいなと思ってます。わらし履いてお城見に行くんだ。はい、はい、そんなそれぞれ好きな分野が違う博士ちゃんたちが池上彰に質問すると、みんなが聞きたいことにある共通点が。これ、ピュークうまい。一人当たりの、借金が、うま、1000万円っていうことを、ニュースで聞いたことがあるんですけど。違う。そうなんですよ。じゃあ1000万円って。そんなに返せないんですよ、私は。うん、だから、なんでそこまで増えちゃったのかってことを聞きたいです。なるほど、ね。借金受けっていうサイトがあるんですけど、そこで国の借金、この日本の借金を知ることができるんですよね。あくまで目安なんですけど、でそれで確認したら1219兆円くらい借金、この日本の借金があって、頭良さそうだな、この人。こんなサイトあんの？僕も見たことあるので。見たことあるの？見たら、どうか忘れて。政府の借金だからね。政府は徴税権持ってるから結局我々に来るってことなの。やばいと思う。やばいと思う。日本経済、日本の借金、借金で1兆以上あるよ。いや、1兆じゃないの、1000兆だよ。所得税、タバコ税、もう一個忘れたけど、とにかく増税するけらしいけど、その前に景気対策をしてほしいと思います。もう一つ忘れたってのは法人税ですね。法人税だって全部すごい。うまっ。博士ちゃんもみんな心配している日本の将来。中でもたくさん質問が上がったのが、国民負担比率は 47.5%。 あなたたちもそうだったのかの連続。これも見たい。あんたってな、うん、アスパラうま。まずは基本的なこと、ケーキについて。大人の皆さん、ケーキってそもそも何？なんとなくいいねって言うのがケーキやつ。あー、ごめん。なんとなくいいねっていうのはケーキ。聞こえてきそうな感じ。
ちょっとずつなんか食べてみよく似たことかで言われるから。うまい。痛いって痛いどうですか、大人の伊達さんは景気が悪いっていうのは何ですか。我々にも聞かれるんですね。なんでしょう、こうお金が動かない、あんまりこう景気動向指数停滞してしまうっていうイメージはありますけどね。景気悪い、不景気というのは、不景気っていうと、つまり世の中に出回っているお金の量はどうなってるかな。やっぱり減る。減る、あ、なるほど。確かにね、なんか不景気だっていうと世の中に出回ってるお金がこう増えないというか、動かない、動かない、イメージがあると思うんですね。これ実はね、お金の回るスピードっていうのが景気に関係してきているんですよ。マスピード、うん、社会がこの3人だけで成り立っていると考えてみてください。この中に100万円があるとします。景気が悪いってズバリこういうこと。富澤さん、この100万円を回してみてください。そうじゃないですか。3人の間で回してみてください。はい、順番に。そうです、そうです。はい、回してみてください。ただ回る時点で、回った時点で国が取るって話なんだよ。騙されないよ国。回して誰が得するかっていうと国なんだよ。国民負担率っていうのが 47.5% だから、はい、回した時点で半分取られるんだよ国に。持っておこうと。富澤なんかにこんなの渡すわけにいかないよって全然お金が回らないでしょ。ずっと僕になりますね。税金高いから回んねえんだよバカ。ってなれば、これが言ってみれば景気が悪いってこと。税金高いからね。お金が入ればそれをお金出したくないから、みんな自分のところに貯めておく。ますます世の中を回るお金が。じゃあなんで遅いかってこと説明せよ。これだと世の中に回ってるお金の量自体は変わらないんだけど、うん、回るスピードが違うことによって不景気になっていくわけです。なるほどね。なぜ俺が使わねえか。税金が高いからだよ。こういうこと。じゃあちょっとスピード速くしてみてください。はい、50%、50%、50%、50%、50%、50% だよ。お金使ってもまたすぐに戻ってくるってこと。戻ってこねえよ。そうですね、確かに。どん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 回るでしょ、はい、うん、結果的にお金の量は同じなんだけど、回るスピードが違うと結果的にたくさん手元にお金が入ってくる。ここに贈与税だとか所得税だとかが入ってくんだよ。雑所得税とか使わないと入ってこないよとか言いますもん ね。金は天下の回り物なんて言い方するのは、はい、つまりこういうことだ。おい、だから税金の負担率 47.5 って言えよ。今の日本はこういう状態。こちらです。はい、あ、はい、さっき言ったの。さあね、え、さっき言った通りのことだよね。うわ、はい、うまっ。デフレ、はい、そうなんだ。ちょっと順を追って。何でこそこであの他にかも買ってくればよかったじゃない。あ、キル、でもこれぐらいがいいんだよ。そっか、ちょっと足りないかもしれないっていうぐらいがいいのか。お小遣いが上がらない。そうするとお小遣いが上がらなければ買い物控えちゃう。やむたいね、今日ちょっと。え、なんで誰も税金って言わねえんだよ。ね、お店で売れないもんだから。か、商品作らないわけですよ。作らなければね、働く人もこんなにいらないよっていうことになるし、売れないわけだから会社の儲けが減る。儲けが減ったら給料上がらないどころか減るかもしれない。お小遣いが減るかもしれない。税金だってぐる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 って回る。デフレってデフレーションという英語の、まあ、略称。あくまでこれ日本語なんだけど、縮んでいくっていうんですね。縮む。でスパイラルっていうのはぐる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 回りながら落ちていくという感じね。なるほど。どん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 悪い方に縮んでいく。みんな知ってるから、知らないふりしてるから。みんな頭いいから。ここででしょう。まさにこの景気が悪いってこと。知らないふりしてるだけだからね、国ね。じゃあ今なんで日本はそんな不景気が続いているの。税金が高いからだよ。説明できますか。税金が高いから。そしてこの後博士ちゃんたちの質問もヒートアップ。出馬する予定はありますか。それが一番嫌いだから。あと池上さん、
デートです。あれおもろいです。いえデートです。学校絶対ダメだよ。玉みたいなの持ってる。玉みたいなの持ってる。データです。お母さんに曲もらって。俺は何も言えない。二人にあれば楽しみにしてたね。してないです。あ、まるしゃくんだね。若いね。若いでまとめないでください。若いね。若者のスマホは応援に一台もかける。うちの家族はいつもバラバラ。アスパラうめえな。この匂いがしてきたら。いただきます。うん、家族の真ん中にいつも。お前らみんなここで飯食ってんの。お前見やすいなテレビ。私が解決。俺もう 5、6 年ここで食ってて首痛んだよ。こっち見てっから。あなたのナンバーワン保険。見やすいいでしょう。価格のとこに保険。かわいちゃんがあそこにいるだけでこれ見づらい。じゃあここに座んのやめよう。もうやめよう。座るをやめよう。もうちょっとでかい机買う。いや十分これね、大きいんだよ。だけどさ、ちゃんここに座ってあと、ここに座ってあと一人しか座れない。ここ増えすぎたな、人が。お時もいるし、うん、いや、頑張ろう。あ、でもね、でかい机買おうってあんに正解かもしれない。吐きつ、食べる。もうちょっといける。腹減ってんだろ。これ食えよ。飲みすぎた。だってこれにみっちり持ってたじゃん。相葉君が飯食ってるの見てもまだ食いたくなるんだよ。腹いっぱい。出た。いやいや、まあ、出た。大人の出たと子供の出た。金玉です。金玉じゃない、金玉からだ。金玉から出た。なんか半端に濃厚したの。どうした？お米欲しいか？チーズやだ。めっちゃ美味しいじゃん、そのチーズ。いや、好みじゃないんですよ。もっとトロトロがいいでしょ。あの、ことになってる。固まっちゃったんだよ。やっぱデフレとかだと、その…出た。あんた好きでしょ。好みが分かれるんだな、うちは。食べながらウイスキーはうまいな。子供や。食べるだけで一緒。まあ。いじわる。持ちたいんだよ。でも景気が悪いのは人がお金を使わない。
からだけじゃない。さっきね、あの博士さんたちが将来が不安だと、やっぱりお金使うと思わないですよね。おい、みーちゃんより厄介だ、これ。これ、みーちゃんより厄介だな。これは厄介だ。会社もそうなんですよ。つまり、どん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 ね、景気が上がった時には、新しい工場を作るのはやめておこう。開発費って何億円もかかる、やめておこうになったりして、不安だから給料も上げないでおこう。結果的に会社にお金が貯まってるんです。なるほど。世の中にお金はあるんだけど、みんな不安で貯め込んでて回ってるんですよ。結果的にこう不安に、チュッパチャップスうめえな。でそう、なるほどね。新型コロナウイルスが出てきて、いろんな会社がみんな仕事で、ショックしましたよね。でも日本で意外に会社潰れることがなかったんです。まあ、みんな将来が不安だからここに溜め込んでたので、なんか確かに色は黄色です。お母さん、外国では何色の髪型がすごいと思ってる？金色、赤、みんな気分が良くなって、緑、それから景気が良くなるなって、黒、みんなお金を使う。外国人って大体色染めてるじゃん。ミサビス黄色だっけ？そうなの？そうなの？ミサビスは黄色に染めてる。確か黄色だったんですよ。つまり簡単にまとめると、これはなんで黒？みんながお金を回さなくて、大体ね、外国人持ちたい、持ちたい、持ちたいのか。自分で持ちたいんだね。自分で持ちたい。一歳で。やべえな。おお、こいつ、いいで、聞いたもんから。ワンタイム。これ塩じゃなくて味の素だからね。容易に落ちることはまずないというふうに考えたいと思います。なんで日本は船の造船競争力などもう国際的にも落ち始めてるんですか？さすがですね。それはね、はい、このにむしろ中国や韓国が日本の技術に追いついてきたっていうふうに考えていいと思うんだよね。日本の造船技術ってやっぱり世界でトップレベルだったわけだよね、うん、そうすると、まあ、他の国もどんなふうにしてやってるんだろうってことを研究するわけですよね、はい、で真似をするわけですよ。真似をしてみるという形にすると安く作れるんじゃないか。人件費が安いから作ってみる。そうすると見た目ほとんど同じような船だったり、日本より安いよ作られた方がいいんじゃないっていうので、中国製の船がどんどん売れるようになってしまって、日本の船ってものすごく性能もいいし、終わるか、細かいところまできちっと見て作って、腹いっぱい、うちもするんだけど、はい、ごちそうさまでした。いや、食ったなぁ。いやいやいや、大変でございました。バツ。オッケー、食べたねー。オッケー、センキュー。